で見てるよ。まあ見るわな、しょうがない。今日はねこういう日です。仕方ない。なんで2回言うねんってね。一応自走できてるけど、高速道路に乗ると分かりますね。振動が伝わってきます。大丈夫だといいな。同じ車がいると見ちゃう。おなじみの杉並モータースへ久しぶりにやってきました。よし、お待たせしております。どうも、お待たせしております。お待たせします。コーヒーとか、お待たせします。いつも止まってたんですね。そうなんですよ。でこの車がそういう何か霊みたいなのが取り付いてるんですかね。いいですか、表示されてるんですかね。でもあれですよ、はい、怪我もなくて、はい、そうなんですよ、はい、こちら側に止まっていて左に曲がるときに見てなくて思いっきり巻き込んだんですよ、はい、でその時に結構どのくらいしたの、1メーター50ぐらいってもう一回反抗期限が戻ったんですよ、だからこんな感じで銀河のくしゃみたいな感じになっちゃってるんですけど、はいはい、ここがへこんで引っ張られちゃってるのか、この隙間が空いてしまっててヘッドライトずれてるんですね。あ、これも多分おそらくこっちダメですね。はい、もうダメですね、はいはい、下手したら軽度な修復歴ありになっちゃうのかなとか。修復歴はつかないですよ。本当ですか、このぐらいだったら。ヘッドランプとバンパーとフェンダーあるじゃないですか、はい、あと足回りですね。一回乗ってみてもらってって感じだと思うんですけど、で一応そのタイヤに干渉してるものは何もないんですけど、止まってる状態でグイグイ引っ張られたんで、もしかしたらどっか古い車なんで歪んじゃったら嫌だなみたいな。これだから一番浮きやすいのが、はい、このアッパーアームってあるじゃないですか、はいはい、それとあとロアーム、ね、最低でもそこだけ取り替えますよ今、はい、話聞いた感じだと、はいはい、どこまでやるかっていうところになってくると思うんですよね。そうなんですよね。多分足回りが影響を受けてるとなると、はい、順番でいくとタイヤから力入るじゃないですか、はい、そうですね。でホイールに行って、はい、ホイールから足回りに行って、はいね、アッパーアーム、ロアームっていくじゃないですか、はい、だからそこでどこまでで、このホイールも多分今作られてないんじゃないですか。アミスタッドのテロスっていうホイールなんですけど、でもいや一本だけやるっつっても、いやもうその後すげえおかしいことになっちゃうんで、うん、でタイヤこのままで、はい、ホイールとアップアームロアームそのくらいやっておけば、はい、あと4人アライメント取るんですよ。お願いします。ここまでやっておけば、はいはい、大丈夫ですかね。うん、大丈夫です。了解しました、はい、ちょそれも含めてその内容を、はい、相手の保険会社に一応金額出して、はいはい、そうですね、出して、はい、で、はい、やる内容はもうヘッドライト交換して、はい、もうバンパーこの辺全部交換して、はい、フェンダー取り替えて、はい、でフェンダー取り替えるのにこのモールがダメなのでこのモール変えて、そうですね、はい、色はちゃんと合いますから、はい、ありがとうございます。ドアの交換しとってやりますから、はい、はい、じゃあそんな内容で進めましょうか。交換したところコーティングしてくれるんですか、ちゃんと。あ、コーティングします。はい、もちろん。いや、ちょっと台車の鍵持ってきます。お願いします。すいません。はい、すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。
さあ先ほど杉内モータースで自分の愛車を修理に出しまして台車と乗り換えました。いやーね、事故ってもらう方が結構面倒さかったりしますよね。やった方はね、もう自分でやってしまったことなんでしょうがないとしても、もらう方は本当にね、損しかないですよね。ちょっと困っちゃいます。BMW740Li 高速道路も走って、コンフォートモード、ノーマルモード、スポーツモード、スポーツプラスモードね、4種類味わいつつ走ってきました。でもね、なんだかんだやっぱり自分の愛車が一番いいなってひいき目に思うんですけれども、お出かけする予定もあるので、それに合わせてちょっとストレス解消で買い物でもしようかなと思ってアウトレットに来ました。今日は土曜日だからね、すごい混んでいます。ではありがとうございます。ホリデー車検杉内モータースでございます。お世話になってます。私と申しますが。はい、お世話になっております。様いらっしゃいますでしょうか。はい、確認いたします。お待ちください。はい、もしもし、お待たせいたしました。ですけれども、あ、すいません、お忙しいところ。こちらこそ。あの、昨日お父さんが、はい、お父さんの車見に来まして、はい、で、見てって修理範囲の、はい、あの、認定っていうか、あの、保険会社があの認定するしないってあるじゃないですか。はい、ここまでは、今回の事故で、ちょっとここは違うかなとか、そうかなとかって、その認定の範囲が、はい、ちょっと難しいみたいで、ちょっと難しいみたいで、難しいみたいで、